2番、S2019 レック03強0621の小テストの2番です。それで、何したっけ？あ、これか。これ簡単で、これを対角化するって問題ですけど、それでじゃあファイエーラムダをちょっといろいろ復習しながらやりますけど、これラムダ2マイナス A ですね。ラムダマイナス222こうですね、ラムダマイナス2、ラムダマイナス5、マイナス4ですね。で、ラムダ事乗マイナス7ラムダプラス、10引く4だから6ですから、ラムダ引く6とラムダ引く1ですね。まあ、ですから固有値が、ラムダイコールマイナス1とマイナス6ですね。で、これ意味は、マイナス i に引く a の xy イコール0。これに、解、非自明解があるのね。それで、マイナス6倍の i に、あ、マイナス1じゃなくて1と6だ。あ、疲れてる。すいません。6倍の i に引く a ですか。これに非自明解がある。それで、あと、これが、これに対して、これは、xy が、xy ですし、これは xy が6倍の xy ですね。と必要自分条件ですね。それからあまりでラムダノット1かつラムダノット6の時、ラムダ i にマイナス a の xy が0っていうの固定式は、xy が0しかないわけね、解が。まあ、こういうことをこれだけの計算でもう言えちゃうわけですね。いいですか。だから、b が 2×2 の時、b が正則と、なんだっけ、bxy が0ならば、xy が0か。それと、行列式が0じゃないっていうの。それで、特に、ここですね。ここだけ否定すると、rxy ノット0に対して、bxy が0ですか。これと、行列式が0ってことですね。まあ、こういうことは、これだけの計算で、分かっちゃうわけです。それで、じゃあこれちょっと背景説明で、じゃあラムダイコール1の固有ベクトルはどうか。そうすると考える方程式は axy イコール xy なんだけど、これはここにある i にマイナス i にマイナス a の
ス y が0ですね。でこれはここに1入れるだけですね。マイナス1、2の2のマイナスの xy が0で、それとマイナス x プラス 2y が0と 2x マイナス 4y が0で、これあの x マイナス 2y が0ですね。だから固有ベクトルは、xy イコール何？x 消しましょうか。2yy ですか。で、ゼロベクトルないから y が0になるよね。だから2000でもいいし、200でもいいし、0.2、0.1 でも大丈夫です。それで、これはこういうベクトルです。で、ラムダイコール6の時はどうかというと、これラムダイコール1です。もう一回書くと、AXY イコール6倍の XY と、6倍の I にマイナス A に XY かけたら0と、それでここに6入れたら 4221XY が0で、これは 2X プラス Y が0ですね。もういいですね。それと固有ベクトルは、XY イコールX のマイナス 2X で、こうですね。で、だから P 値を、21にしましょうか。あとでちょっと違うことありますけど、補足で。P2 を1マイナスですかとしましょう。で、P をこの行列、P1、P2 ですね。211マイナス2ですね。とすると、AP イコール、これは行列の積の定義のようなものですね。で、大事なのはここでして、この 1-2 はどこの解かというと、この3つの解、同じような解で、これ、例えばこれが例えば 2-1 はこれを満たすわけね。それから 1-2 はこれを満たしますね。というわけで、何が出るかというと、これが P1 ですね。それから A 倍の P2 は、6倍の P2 ですね。というわけで、これはここは難しいかな、みんな。これの10と06ですね。というわけで、P 倍の1006で、で一般論からこの場合いいですか、違う固有値の固有ベクトルは平行じゃないわけね。だからこの P 正則になります。P インバース AP がそれで1006になります。うわ大変というわけですけど、それでじゃあちょっと説明すると、説明してあとちょっと来週以降のことをために補足しますね。それで何だっけ、何やったっけ、考えてるのはだから x'y' イコール axy ね。だからこれ写像だと思ってください。二次元ベクトル xy に対して axy を対応させる、だからよく fa って書くけど、
これも FA って書いちゃった方がいいかな。ここに書きましょうか。もうちょっとちゃんと書こう。ですから XY に対して XY を対応させます。それで、でこの P があるんで、この P を使って座標変換します。何かというと、XY イコール P 倍のグズイエーター、比較的見たらグズイ倍の P1 プラスエーター倍の P ですか。まあだから何だっけ、21と21って何、21ってこんな感じ、これは P1 で1マイナス1って、これ実はこれ垂直なんですけど、そこが大事なところです。後々こう直角ですね、実は今はあんまり気にしなくていいです。だから何だっけ、それで、だから、ちょっと待って、6倍は後ろの P2 の方だから、なんかこういう XY があるとしましょうか。ちょっと P2 消しますね。これだと6倍かけるだろうな。そうすると、これがこのグズイピーチですね。それから青のこれね、これがエーター P ですね。でこれは XY に対応します。それで AXY どうなるかというと、線形性も最近よく使ってますけど、 AXY はグズイ倍、グズイ倍の A の P1 プラスエーター倍の A の P2 ですよね。そうすると A 倍の P1 は P1 だし、 A 倍の P2 は6倍の P2 だから、グズイ倍の P1 プラス6倍、 6A だから6倍のエーター P ですか。でですから黄色を重複しますけど、これがグズイ倍の P1 ですね。まあ赤でよかったかな。それでこれ、あ愚かだ、しまった。これの 6倍なのね。あ、すごいものになっちゃうんですけど、ちょっともう一回書き直すと、書けるようにやると、これは P1 で、これ P2 ですね。ちょっとすいません、なんか迂闊でした、逆に考えました。これこの場合どうかな、ちょっとこれも消すね。それでこんな風に分解しますね、長方形で、ここ直角だから。それで赤のところどこ、赤のところこれね、で青のところはここだよね。ちょっとそれでまあもうちょっと連載がこれ赤同じ変わんないわけね。これそれで緑はちょっとこれは書けなくなってたから、もうここでこれも書けない、本当は微妙なんだけど、これ6倍だと信じましょう。でそうするとここが6倍のエーター P です。いいですか、エーター P2 が青でこれ6倍だったわけですね。だから、これが A 倍の XY に当たります。だからベクトル XY をP 値方向と P 二方向に分けて、それでそうすると P 値方向はそのままで1倍だから、それで P 二方向は6倍になるわけです。そういうことがこんなふうに見えちゃうわけですね。これがこういうベクトルの対角化の意味です。それでさらにちょっと続けると、だからだからグズイダッシュエーターダッシュはなんだっけ、どうなるかというと、これ
x ダッシュ y ダッシュですね、ここにありますけどね、対応するとします。そうするとこれあの どうですか、p インバースの x ダッシュ y ダッシュですね。そうすると、なんだっけ、 p インバースのでこれ p インバースのここにありますけど xy ですか。で xy は p のグジエーターですか。ですからこれがあの1006のグジエーターですから、これがグジ6エーターというわけで、でまあグジ方向 p 値方向があのそのままで、エーター方向 p 2方向があの 6倍になるというのがこんなふうに見えちゃうわけです。いいかな、そういうわけです。でこれはさらにちょっと補足しましょうか。あれちょっと消しまずかったかな。補足はこれ消しちゃいけないものを消しちゃったんだけど、あのさっきはあの P1 でが 21P2 が12ですね。それでまあだからあのこの V1 ってします。固有値1のこれ固有値1の固有空間になります。まああまりあのいきなりかもしれない。で今示したのさっきやったのは21、これあの R の倍の21ですね。21の定数倍になりますね。あの0も入ってません。あちょっと抜けて AXY ですね。それで V6 は XY が R2 で XY が6倍の XY ですか。これはあの R 倍の1マイナス2ですね。まあ、これはこのようにしましょうか。それで、でこれは垂直ですね。さっきも言ったけど、ここ垂直ですね。ここ。というわけで、なんですけど、まあだから、V1 がこういう感じかな。あ、ちょっと間違えた。1、2方向ですから、こんな感じですか。で、V1 と V6 がこうなってます。それで、そうするとあの大きさ1のまずこれ取って R1 を、ルート5かな、12ですか。それでこちらのあの方はさっきあのこれあの XY イコールxy イコール x の1マイナス2っていうふうにしてたんですけど、x イコール1を取ってあのあれあ こちら21ですね。x イコール1を取って1マイナス2を選んだんだけど、R1R2 が回転のようにできますね。こう垂直ですから、これはあの一般論であって A イコールちょっと何だっけ、2マイナス2マイナス2イコールですか。というわけであのここ等しいわけね。これを対称化するんです。でそれであのここあの対称行列の場合あの固有値が違ってたらその固有空間これ垂直になっちゃいますお互い。でこっち側選ぶとあの R1R2 が回転行列にならないですね。
R2、R1 は大きさ1で取ると、ですからこちらを取りましょうか。どちらでもいいんですけどね。これで R2 を2分の π 回転しているわけですから、ルート5分の1の、マイナス12ですか。単に1マイナス2を大きさ1にしたらこちらが出て、R1、R2 は回転行数にならないですね。まあ、というわけでマイナス倍を取るんですけど、ですから、ここでは、ここの x として x イコールマイナスルート5分の1を取ってます。いいですか。そういうこういうベクトルを取ります。そしたら、r イコール r1、r2 は回転行列ですね。それで、これ V6 ですか。AR は AR1、AR2 で、もちろんこれかい、こういうベクトルですから、R1 ね、6倍の R1 で、R1、R2 で、で、1006ですか。ですから、でこれ R ですね。だから R インバース AR が1006になっちゃうんですね。というわけで、回転行列で対角化できるとというわけです。だから詳しくはまた講義でやりますけど、対称行列の場合は実は回転行列で対角化できます。これが大事なところです。これをちょっと来週以降説明するんで、これを使いました。肝心なのは今日は説明証明しないけど、違う固有値の固有空間が垂直になっちゃいます。これが大事なところです。これが自分で見えるかどうかっていうのはすごく大事なところですね。それで